日本兵庫県神戸市留美区妙谷町妙谷町は、兵庫県神戸市留美区にある町名。郵便番号は655-0852。平成17年10月1日現在の世帯数は4008。人口は、男性4149、女性4515で、合計8664。高架下が公園化された地点留美区中部を流れる。 福田川の中流から上流に位置する。旧赤市郡垂水町妙谷であった範囲から、戦後の宅地造成によって新たな町が独立していき、残った範囲が、現在の町域となっている。妙谷地区の大部分を占める。また、筒子が丘七丁目の東側に飛び地を一つ持つ。東西を丘陵地に挟まれた地形となっており、その谷筋を剣道が通る。 かつては谷沿いに田畑が工作されていた農村であった。西名、東名、なめ、中山、奥畑の元5つの村だった地域からなっており、それぞれの地区に古くからの史跡が残る。現在では住宅地としての性格が強くなっており、新興住宅地、大規模な市営住宅などが立ち、県道沿いやインターチェンジ周辺には商業施設がある。一方、 天宝林寺周辺の原生林、福田川沿岸のプロムナード、高速道路高架下に整備された公園など、自然環境も豊富である。東は、須磨区菅野台、筒子が、丘、桃山台、下畑町、南は、青山台、三山台、福田、千鳥が丘、潮見が丘、西は、学が丘、小塚山本町、小塚山、新和台、北は、西区学園東町、 須磨区緑台、西落合に接している。住居表示は実施されていない。町の南部を東西に、兵庫県道21号神戸赤市線、中部を南北に65号神戸加古川美メ路線、488号、長坂たるみ線が通っている。また、町内に、第二新名道路、阪神高速5号湾岸線、神戸淡路鳴門自動車道、 第二新面北線が通り、田谷インターチェンジ、垂水インターチェンジが設置されている。阪神高速5号湾岸線、神戸淡路鳴門自動車道、第二新面北線を接続する、垂水ジャンクションが西部にあり、これは日本最大のジャンクションである。田谷町は住居表示未実施であり、障子が残っている。以下に現在の各地区ごとの小技を示す。 中山地区西北端にある高塚山に古墳時代末期の円墳が多数見つかっており、この時代には人が生活していたことが伺える。天宝臨時から大山寺への高塚山を通る道に沿って多数の横穴式円墳が残っており、古墳時代の弾き、末期の破片が出土している。また、中山、奥畑両地区からは6世紀頃の古墳。 今日が多数出土している。大化の改新が起こった645年に、機内の生誕が、八伏山南丹と決められ、明田谷は、針馬国の東丹となった。8世紀中頃の奈良時代に、東大寺の荘園となり、樽見層に属した。龍火山天法臨寺の自伝によれば、806年に、有原の雪平が、平城天皇の病気の併用を願って、 中山村に道寺を回帰し、本尊、ごち如来を安置したという。また、勝村の龍火山明王子も同年の回帰と伝える。1184年3月20日の一の谷の戦いの前に、源義経が奥畑村の奥畑大都市神社で、戦勝祈願の参拝をしたという言い伝えが残っている。1375年に、越僧大和尚が奥畑村に、 円通山井清水寺を回帰した。明治初年に、西名、東名、名目中山、奥畑の各村が合併して、赤市郡妙谷村となった。1873年、奥畑地区に、明慶小学校、中山、名目西名、東名の各地区に、流下小学校が開校された。1889年の町村政志向に伴って、東垂海。 西垂海、塩谷、山田、下畑、多門の各村と共に合併し、赤石群垂海村となった。この時に妙には垂海村の大技となった。1928年に垂海村に調整が敷かれ、赤石群垂海町となった。1941年に垂海町は神戸市須磨区に編入され、この時に名前に町をつけ、神戸市須磨区妙に町となった。 1946年に、垂水区が、須磨区から分区され、神戸市垂水区妙谷町となる。1977年に、神戸市立垂水中学校から、分離独立して、神戸市立福田中学校が開校した。須磨ニュータウン、精神流通業務団地、神戸総合運動公園の開発に伴い、1969年、1973年、 1977年、1985年に、奥畑地区の一部を、スマ区に編入した。神戸市営地下鉄、静神山手線の妙谷駅周辺はかつて、奥畑地区の北端の丘陵地だったが、現在では、駅周辺の地域に造成された団地を指す、地名としての、妙谷の方が有名となってしまった。旧村名に基づいた地名である。 明谷という名前については、いろいろな説がある。明治以前に存在した村である、西名、東名はそれぞれ西明谷、東明谷の略称であり、このことから考えるとこの辺りがもともと、明谷と呼ばれていた地域であり、それが北に広がっていったと思われる。神戸の町名改定版では、特に有力なものとして、妙画の採れる谷であったので、妙画谷、明華国、 明谷となった。稲の穂そのものを神に祀る場所である、明があった。という二説を挙げている。また、明谷市では、明とは、一般庶民の上に位置する階級であり、一の谷の戦いに敗れた、平家の武士たちが、明谷付近に逃れてきたとき、先住者たちとは、蘇生が違うという内心の教授を、階級の上位古書を、に託し、名の住む谷であるから。 妙田にと称したという説を挙げている。山陽バス、神戸市バスが地域内を走る。南から北へ、東妙田に、西妙田に、奈め、阿弥陀堂、妙田に小学校前、中山、中山西口、新和大口、奥畑口、奥畑の各停留所がある。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。